皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。ゆかスムーフです、はい。今日はね、はい、最近結構バコホーム、私たちが運営しているペンションに孤独者分で視聴者さんたちが結構来てくれるんだよね、はい、そうそうそう、いっぱい来てくれて、いろんな感想にして、質問とか、そうそう、ただスンちゃんが会いたいって言って最後ゆかはって感じの視聴者は多かったんですけどね、私だけは足りないって感じでした。どういうこと？そういうことなの？そういうふうに1対1で視聴者さんと話す機会が結構あったんだけど、はい、その中でね、すごく本当にスイートな優しいね、優しい夫婦が来て、が来てくださって、その方が長男、うん、長男でホドコアジャっていうお菓子が有名なんですけど、そのお菓子をね、しかもトゥックサイズ、はい、特大サイズで送ってくれたんですよ。じゃーん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。こういうのいらないのにね、本当にいらないのにね、ね、あの、ね、いらないねね、中層 ね, ね, ね中層いらないのにね、ありがとう。しかも二人ホドコアジャ大好きだからね。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、これは嬉しいね。めっちゃ嬉しい。はい、こういうものです。誕生84年の銭湯のホドコアジャ。いや、これね、このおばあさんの顔だけ見てもさ、いや、もう絶対、もうこれは絶対美味しいと思います。絶対美味しい。でも本当有名だよね。うちらもさ、前にスワン、通った時にサービスエリアで買ったじゃん。いやいや、もう絶対だね、これは。だからすっごい有名だから、はい。おぉ、手間手間びっくりした、今二人のも、すごい、量がすごい。いただいてみようと思います。はい、いただきます。はい、こういう感じのです。韓国のホドコアジャ、くるみお菓子、あんこが入ってるんだよね。あれ、あんこ、白あんこ、あ、白あんこか、すごい。いきます。おいしい。なんか日本のその和菓子みたいな感じだから、うん、間違いない、うん、絶対好きよ、みんな。美味しい、ありがとうございます、本当に。うーんASMR を入れたがる。うん、音はしないけど、こういうこと。え、こんなに入ってるんだ。何個入ってんの？80個。え？約80個。180個？いや、約80。怖い。なんで180でいいやろ。怖い。なんで怖いの？180個怖いの？まあ、ヒット。全部金。送っていただいたご夫婦の方、本当にありがとうございました。ゆかさん夫婦はこれから3日間これを食べて生きていこうと思います。はい、いい感じができた。はい、なんかチェジュでは食べれないものだから、あんまりね、ないもんね。チェジュ市の方行ったらあるけどさ、うん。それでは、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムとツイートのフォローとチャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。長男サムゴリありがとうございます。美味しかったです。はい、長男の方ありがとうございます。バイバイ。